ちは。こんにちは。さあ、はい、今日は何ですか。今日はですね、うん、4月に入ってますから、うん、久しぶりにこの企画をやりたいなと思ってるんですよ、はい、なんと一般常識クイズです。およし、一般常識だから一般だったらいいわけでしょ。そうなんです。普通のことでしょ。普通のことです。意外と一般常識じゃなかったよ最初。前回よりは実はもうちょっと難しくなるかもしれないです。難しい。はい、何今日。今日はですね、うん、一般常識の徳島編っていうのをやろうと思ってます。おい、わかんないよそんなの。徳島県に特化したものを、はい、今回徳島県から。それは一般常識やろ。はい、これ一般常識ですよね。お父さんにとってはもう知らないとまずいぐらいの一般常識ですよ。そう、知らないことなんてない。ないですよ、ね、知らないと問題とか知らないことないから、うん、でしょ、うん、最近だってそれだってなんで知らないことないからってなんでか知ってる。何ですか。常識だから。あ、一般常識クイズだから。うん、常識だから知らないことはないの。常識だから、はい、しかも里崎さん、鳴門市の移住交流 PR 大使なんですよ。すごいじゃないですか。そうそうそう。じゃあもう知ってますよね。あと鳴門市のスポーツアドバイザーもやってるからね。アンバサダー的な。そうなんです。それを僕らが察知しまして、うん、僕と青空くんで、はい、それやったら、うん、まあさすがにサツさん知ってるやろっていうことで、今回は鳴門市編を持っていたんですよ。静岡編だったらわかるけど、次静岡編だといいじゃないですか。あ、やる。はい、だそういうこともできるなと思いまして、うん、今回は第一弾ということで徳島県鳴門市です。なので罰ゲームどうされますか。でもこれは、正直、まあ、罰ゲームはじゃあ、あれにしよう。もう私はこれ不利なんで。いや、負けたら、徳島にまつわる一発ギャグ、うん、そう調べて。調べて。そう、やっぱ、いいっすね、その徳島とやっぱ PR しなきゃいけないから、はい、鳴門市を PR しなきゃいけないから、うん、徳島県鳴門市に関わることで一発ギャグ、負けた方が。じゃあ行きましょうよ。はい、はい、もうこれを機に徳島勉強しますよ、うん、はい、ということでやっていきたいと思うんですけど、はい、高松さんにはチャンスを与えます、はい、1回、うん、高松さんにはヒントっていうのも使えますので。そりゃそうよ。はい、なので高松さんがわからない場合はヒントっていうのを高松さんだけにこっそりと、はい、教えさせていただいて、はい、お願いします。はい、なので使いたいときやってください。はい、はい、全部使う。何問。これはトータル8問。8問、うん、8問。決勝に行った場合、同点だった場合はプラス2問追加します。はい、ではいきます。第1問、うん、さつまいも、れんこん、なし、らっきょう、大根とブランド力の高い農作品を持つ徳島県鳴門市ですね、うん、その中でも特に有名なのは鳴門金時でしょ。そうですよね、うん、ということは鳴門金時はどれっていうこと。え鳴門金時はどれ。はい、4枚の写真から鳴門金時を選んでいただくという問題です。いや、一緒じゃん。え、んどういうこと。問い1、2、3、4つあります、うん、この中で、うん、ナルト金時はどれということ、うん、それは簡単だよね。あ、分かります。もうだってパッと見て分かる。分からなかったら逆に怖いよ。え、はい、これ何が違うの。何が太さ、大きさ。え、何が。それはナルト金時だから、もう一番美味しそう、美味しそうっていうやつ。あ、そういうやつ、うん、はい、だって一番美味しいんだから。ですね、うん、茨城県産のものと、うん、鹿児島県産のもの、それから徳島の別の種類のものが混ざっております。ヒント。ヒントですね。もう1回しか使えない。え、ヒント1回なの。全部使えるでしょ。1問につき1回使う。1問につき1個なんで、私は全部聞きますよ、ヒント。そうなの。はい、はい、だから高村さんには絶対ないってやつを教えます。いや、これじゃないってやつを教えてもらえる。そうです、絶対にこれじゃないよってなる。そしたら3分の1になる、うん、いや、もう俺はこれだと思うんだよね。今絶対にないのだけ聞いたんですけど、うん、俺絶対にないのどれか言えるよ。どうですか。いや、でもそしたら、せっかくなると金って特徴調べてみましょう。栗のようなホクホクとした食感が特徴ですよし、じゃあもう私、決めた。ん、まあ、そこが大事かもしれないですね。栗のようなホクホクした食感を感じ取ってくださいよ、うん、俺はもう2個も分かんねえ。どっちが徳島でっていうのも分かんない。へぇ、では、じゃあ書きます。うん、じゃあ、タスさん、じゃあ徳島の方もぜひ書いてください。こんなもうサービス問題で、ほんと。いただきます。はい、じゃあ、鳴門金時はどれでしょう、うん、せーの。1番。おっ、1番。うん、じゃあ俺が言おうか。はい、
あの袴田さんに絶対これは違うって言ったのは2番だと思うんだよ、はい、お2番は違うっつって、はい、なんで、うん、もう形が違うから形芋の、あ、そうなんですか、もうそんな形じゃない、鳴る時の時は、うん、どういう形なんだ、これでも断面しか見えてないじゃないですか、いやもうそのフォルムが違うんだよ全然ね、へえ、で俺の予想では3番がもう一つの徳島県産の芋やね、はいはいはい、これは、うん、鳴る金時に近い、似てるね、へえ、で鹿児島とどこだったっけ、鹿児島、茨城、うん、で茨城がこの4番で鹿児島が2番だよ、へえ、さすがやな、でも鳴門金時はもう間違いなく1番です、1番正解は3番、惜しい、え、待って、あの今の力説は何だったんですか、惜しい、俺1と3で迷ったのよ、はい、1がですね、紅はるか茨城県産になります、あ、そうなの、2が安納芋、これ鹿児島ですね、うん、4番が紅はるか徳島県産です、うん、そうなの、これ、はい、じゃあこれとこれが徳島ってこと、そういうことです、いや俺1と3で迷ったのよ、はい、3か惜しいな、でもあの全てもうバッチリ当ててるような語り口だったんで、あ、そうなんだと思う違うじゃんでもこれ違うって2だったでしょ、あ、そうでした、これだけこれは絶対違うでした、俺もう2は絶対違うと思ったの、へえ、そうなんだ、うん、なんかホクホク感で全部ホクホク感あるからどうしようと思って、でもなんかこの紅はるかがこう一番なんか断面がちょっとなんかとろっとしてる感があって、うんうん、確かにホクホク感で言うとちょっとねっとりホクホク感かなって思って、うん、私まだこっちかこっちかなって思って、俺も1と3で迷ったなよいいとこついてたな、はい、じゃあ続いていきましょう、2人と間違えた、1問目は、はい、だってさ俺焼き芋とかで食べへんからさ、はい、あ、そうか、さつまいも、でもよくあれですね、なんかその家とかだったらもうあのお味噌汁入れたりとか、うん、あとなんか豚肉と一緒に炒めたりとか、はい、へえ、そんな食べるんですか普段から、そうそう食べるから、いや怒られてくるからね、へえ、おばちゃん家が農家だから、あ、そうなんですか、なのに間違えてんじゃねえよってあの歴史だけのね、そうそうそう、はい、まあ、続いていきます、はい、第2問、ジェジェン、ナルトといえば世界最大級の大きさを誇るナルトの渦潮がありますね、うん、激しい潮の流れから豊富な栄養素もあり、天然物の、タイやワカメなど海鮮物も有名ですよね、有名だろ、有名ですね、うん、また非常に水質が良いことから2017年にある食料を加えて養殖したブリが徳島特産ブランドに認定されました、うん、さて何を与えたブリのことでしょうか、うん、餌で与えたってこと、そういうことです、それはもう簡単だよ、普段の餌って何あげてるんですか、養殖魚とかじゃないですか、小魚とかアジとか、うん、それになんか特別なものを加えたってこと、そうですね、はい、加えました、何加えたの、それもこれしかないでしょ、え、何加えたの、一瞬で分かったよ、一瞬ですか、ブリでしょ、はい、ブリ確かに美味しいんですよ、それ自体がヒント、ヒントね、はい、ラインでください、またヒントばっかじゃん、全部もらうよヒント使わないともったいないじゃん、そうですね、はい、ほー、待って、もうちょっと絶対違う気がするけど絶対違う、これしかないよ、でも特産海賊、これしかないから、もう俺だって書いてるから、書いてですね、うん、書いてるから、でもむちゃくちゃな話じゃないですね、うん、これはそんなの突拍子もないものをあげたりしないんです、意味がわかると思う、なるほど、意味わかる、はい、私特産品がこれしかわかんない、あ、特産品言っちゃった、もう俺書いてるから書き直さないから、はい、せーの、すばらしい、正解、カボスは大分だから、あ、すだちか、でも惜しいじゃん、私惜しくない、か、惜しくない、カボスとすだちはグレープフルーツとオレンジぐらい違うから、これはカボスだと思ってた、徳島、はい、徳島県のすだちの皮をですね、あの添加した
配合肥料が出されているブリはですね、一般の養殖ブリに比べてビタミン E が多く含まれており、抗酸化作用があります。さっぱりとした風味、引き締まった身、極めて、きめ細やかな肉質が特徴で、爽やかなすだちブリにの風味が味わえます。だからブリだったら油っぽいながらあるところを、このすだちの要素でさっぱりとした中に油が乗って歯ごたえのいい、最高にバランスのいいブリになります。へー、カボス、もう今徳島県民全員から火の浴びてるよ。でもちょっと惜しくないですか。全然惜しくない。ちょっとカボスとすだちはもう全然違う。違います。うん、でも私すだち大好きですよ。あのなんかすだちうどんとかあるじゃないですか。そうですね、最近。でもそれがカボスでも分かんないでしょ。え、いやカボスと味が違いますよね。すだちか、間違えた、カボスだと思った。いや、ヒントなんて聞いたの。徳島特産品。あ、いや、徳島特産品ってなんだろうと思った時に、うん、もうパッと思いついたのがカボスしかなくて、いや、まあ、それもアウトだから、それそれもアウトでした。それがアウト、もうすだちでした。絶対アウトだね、これは。いや、すだち、これはラッキー問題だと思った。間違えた、すだちだ。さあ、行こうよ。はい、第3問、うん、ででん、鳴門市では、専業農家はもちろん、家庭菜園、アルバイトなど農業を生活に取り入れながら、農業以外の仕事や自分のやりたいことに取り組む新しい生活様式、半農半 X を推奨しております、うん、では次のうち鳴門市にはまだいない半農半 X の組み合わせはどれでしょう。え、もう一回の問題言ってほしい。よく分かんなかった。だから、まあ、簡単に言うと、はい、鳴門市は、うん、一次産業の農家をメインにした専業農家の人が多いわけよね。でその中でこれからの時代、うん、農業をしながら半分違う仕事をする、うん、だから半分農業半分半 X、 半農半 X って、この X っていうのは自分で何でも入れていいわけよ。あ、なるほど。だから半農半 YouTuber でもいいし、半農半大工でもいいし、半農半先生でもいいし、はい、うん、この X っていうのは自分が何で入れてもいいのよ、うんうん、それを兼業農業として、農業ともう一つのことをやりながらその生計を成り立てていきましょうっていうのが半農半 X っていう、なるほど、その制度なのよ、うんうん、でその半分農業と半分自分の持ってる仕事の中で一番多い組み合わせ、これまでない組み合わせはどれでしょう。ない組み合わせがどれでしょうか。そうあ、なるほどね、だから半分農業で半分漫画家とか、うん、半分農業で半分陶芸家とか、今だからその徳島にいない人、いない人、ね、うん、そう、いない組み合わせ、うん、なるほど、はい、ということで選択肢を設けました。1番、うん、エンジニアとさつまいも農家さん、ね、うんうん、1番、2番、版画作家さんと梨農業、うん、3番が医薬品製造とハーブ農業、うんうん、ハーブ栽培をしたりとかですね、うんうん、4番がカンヌスさんとケールの栽培をしている、うん、これはさ、質問なんだけど、カンヌシとじゃあサツマイモはいる可能性はあるの、組み合わせってことは。だからこのない組み合わせ、ね、ない組み合わせでしょ、うん、そう、ケール農業、ハーブ農業、ナシ農業、サツマイモ農業とエンジニアがいないかどうか。うーん、だからこの中で3つの組み合わせいるってこと。そういうことですね。実際鳴門市で活動されている方が3つあります、うん、これはかなり難しいと思う、ね、これだって最近の話だからね。ああ、そうなんですか、うん、この制度っていうのが、うん、これをやっていこうっていうね、いない人か、いない組み合わせですね、うん、だからこれは袴田さんヒントでは2つまで絞ります。はぁ、なんでだよ。多いよ。俺だって分かんないんだから、これ。いや、まあまあ1つでしょ、1つ、うん、いや、2つ、ヒント、1つでしょ、1つにします、ね、うん、ヒントお願いします。2つは多いよ。いやいや、2つでも5つですよ。いや、1つ消せたのでかいよ。俺だってどれも分かんないんだから。じゃあ、ヒントお願いします。絶対消すもんね。はい、これはないってやつ。いや、俺は2つに絞られたけどな、どっちがちゃうかっていう、これも確実。私ヒントでもらったやつ、うん、いや、これは、まあ、正直いるだろうなと思ってたやつなんで、全然ヒントになってない。全然ヒントになってない。これは普通にいるだろうなと思ったやつだから。2つまで絞ってください。いや、1つだって。2つまでお願いします。もう1個消しますね。はい、じゃあじゃあもう1個、1つだけ消して、俺がこれは絶対いるよってやつを俺が教えてあげるよ。ああ、そうしたら先生から言ったやつと被らなかったら2つになるでしょ。確かにね、うん、で被ったら1つになるけど、それはもう運だね。もう1個いった、まあ、1個だけ聞きました。じゃあ俺が言ってあげる、はい、ね、版画作家と梨はね、いるよ。それ絶対いるんですか。うん、
知ってるんですか。いるいる、版画作家と同じよ。へー、これがいるってことですね。うん、いる、それはいる、はい、ほら、超いいヒントになったんじゃない。じゃあ2個になったんじゃないの。これ、あの佐藤さんがいや、これがいないだろうなと思ったやつを私にいるっていう戦略じゃないですよね。え、違う違う違う、だってそしたら 俺はそれ書かないから。本当ですか。うん、いない人を選ぶってことですか。そうそうそう、版画作家と梨農家の方は、まあ、いる、実際にも活動されてる、活動してる、うん、いると、とで俺はもう思ってるいると、うん、だからまだこのいない組み合わせね。だからこれエンジニア、版画作家、医薬品製造、神主さんはいるよ、仕事としてはね、うん、でもそれは兼業してないってこと、ね、ないってことか、うん、じゃあいない人ですね、うん、じゃあいやーこれかな、私これにしよう。はい、決めた。決めた？はい。俺はもう絶対これやと思う。これは外さないでほしいですね。うん、これは PR 大使だよ。はい。移住交流 PR 大使のくせに、そんなことも知んないのかって言ったら問題あるじゃん。まあ、そうですね。うん。うん、せーの、4番。おお。正解！いや、これは。これはもうね、うん、俺は引っ掛けかどうかだけ迷ったのよ。はい。もう普通に考えたら、この、うん、もう、それなんでかっていうと、うん、移住じゃん、うん、を推奨してるわけじゃん、はい、まあ、移住してくるかも分かんないけど、うん、神主さん移住してくるかと思った。あ、なるほどね、うん、俺は、はい、そのエンジニアとか医療医薬品とか、うん、なんかあの版画作家は移住してくるかも分かんないけど、うんうんうん、神主さん、はい、移住してくるかと思った。移住してきた人たちでってことでしたっけ。基本それがアピールしてるからね。あ、そう。でもまあ元々いる人たちもいるよ、うん、彼引っ掛けなのかと思って、はい、何気に俺エンジニアとさつまいも引っ掛けっぽいな、一番ありそうやなと思って、うん、でもなんか明らかに神主じゃん、その答えとしては、うん、だからそれが引っ掛けかどうかが。でも神主さんも自分の敷地の中でケールとか育ててるんじゃないかなって思ったのよ、うん、でもやっぱ医薬品とハーブっていうこの組み合わせを信じました。いるだろうなっていう。でも医薬品とハーブもなんか嘘っぽいよな。そうですよね。医薬品とケールだったりすんじゃねえのみたいな、ね、はい、ということで、はい、4位はもうそこまでしていただいて当たったからね。当たったから、はい、4番、はい、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができるふるさと納税制度があるのはご存知ですよね。もちろん、はい、鳴門市では令和3年度約2万件4億円の寄付を集めることができました。では令和3年度鳴門市、ふるさと納税年間人気ランキングトップ5を並べてください。並べる？はい、1から5まで用意させていただきました。トップ5ね、これは簡単やろ。人気ランキングを並べる、うん、並べてほしいです。どう？本場生わかめね、うん、オロナミン C、 大塚製薬ね、おお、で、里娘ね、うん、ナルトキちゃんとおい芋豚これはね、この里娘っていうのは、はい、もうブランドナルト金時なの、うん、だからその里浦町っていうところの農協に、里浦農協に卸すやつしか里娘と認定されない。へえ。だから同じ芋でも、うん、その認められた地域、ここで認められた地域栽培の仕方でしてないものは鳴門金時になって、はい、してるものは里娘だ。へえ。だからそこ農協通さないで売ったら里娘になんない。あ、まあ、だから鳴門金時のトップブランドって言われてるわけですね。そうそうそう、里浦町っていうところで、うん、へえ。三つお芋ですよそれはもう一番売り出したい。だってこれ他にもいっぱいあるけども、うん、人気トップ5だ。はい、そうです。オロナミン C っていうのはこれ大塚製薬は徳島鳴門市お膝元だから。あ、お膝元がそうなんですか。そうだよ、そこから来てるから。へえ、大好きオロナミン C。 うん、オロナミン C ね。で、わかめね、生わかめね、はい、生わかめ1キロ寄付金が1万円からできます。でオロナミン C は50本寄付金が2万円から、うん、でナルト金時の里娘ですね、うん、は寄付金が5キロで寄付金が1万4000円、うん、でナルト金時3キロが寄付金1万円、金時芋棒が2キロで、うん、寄付金が1万1000円と、うん、これめっちゃ美味しいんだよ、これも。あ、そうなんですか、うん、これはちなみにね、俺の友達の同級生の家が作ってる。近いなこれ冷凍なのよ。へ、冷たいままでも美味しいの、これ本当に。ぜひ夏とか、あ、寄付したらもらえるよ。じゃあこれを
順番順番順番です。これ順位予想ぐらい難しいですよ。これでも簡単だよ。ヒントお願いします。また、ね、どれがいいですか。じゃあ1位だけ、1位だけ教えてもらえば。1位だけ教えます。1位ください。わかめが1万円2万円あ、じゃあわかめは2万円だ。1万円、うん、コロナミン C 2万円、うん、ナルト金時が1万4千円、うん、ナルト金、あ、里娘が1万4千円、ナルト金時が1万円、金時芋棒が1万1千円。じゃあ1位ください。1位はですね、これです。はい、でん送ってね。おー、なるほど、へぇ、そっか、これは難しいっすよ。これは全国からってことだもんね。1位、よし、じゃあ 上から書きますね。川さん、ヒント大丈夫ですか。え、もう1個くれるんですか。いや、ないでしょ。もう1個くれるの。1位分かったら上等でしょ、だって難しいっすよね。その俺だって難しいわ。いや、でもだいぶ情報がね。はい、あ、じゃあ、じゃあ3か、惜しいよ、教えましょうか。3ください。じゃあ3だけ教えます。3ください、はい。もうこれでね、言い訳もできないんで。3が、それ、え、はい、待って、嘘。そうなんです、実は。OK。じゃあ俺はもうね、俺もふるさと納税ね、対応してるからね、わかんないよ、一般感覚が。いいですか。よし、じゃあこれで、OK、いただきます、はい、せーの、じゃん。佐藤さん何、うん、私は54312。佐藤さんどうですか。わかめ、里娘、芋棒、ナルト金時、オルナミン C ってこと。番号が1、3、5、4、2。私は54312。正解は、正解は1番目は5番です。はい、これ私あの聞いてるんです。聞いてますね。はい、2番目が2番です。2番オルナミン C なの。はい、 5?はい、5、2、2、3番目が3番です。3、うん、次が4番です。うん、1です。うん、俺1個だった。岡村さんはヒント与えたところがコート3なので、うん、それ以外はどうですか。全部外れてんじゃん。え、ワカメが何番目。ワカメがドベ、ドベです。5位、ドベって言っても5位だけど、5、2、3、4、1が答えです。そうなんだ。で、俺の勝ちだね。いやいやいや、私2つ合ってるんで。え、そう、教えてもらったやつ。だから教えてもらってないやつゼロでしょ。いやいや、俺1個当ててるから。自力で。そういうルールじゃないです。自力で、はい、これもう全部当てるですよね。そうですね、はい、バンバンです。オルナミン C1 位な。いや、1位はナルト金と。あ、イモボウなんだ。はい、イモボウ、イモボウですね。イモボウ1位なんだ。へえ。私はもう、なんか全国で頼むんだったらやっぱりこう、やっぱお芋をみんな頼むのかなと思って。いや、もう俺はもうやっぱりその土地で食べれるもので無理なやつ食べたいじゃん、うん、ってなった時に芋も美味しいんだけど、やっぱ芋競争率ちょっと高いじゃん、うん、全国で、うん、だからやっぱり生わかめってそんなないと思うんだよ、うんうん、全国でも、うん、で寄付金が1万円じゃん、やりやすいよね、うん、で俺オルナミン C はいいんだけど2万円だから、そう、高いからそんなに数いないんじゃないかと思って、うん、だし、まあ、買おうと思ったらコンビニで買えるものでもあるから、うん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 、私も最下位かなってちょっと思ったんですよね。俺はもう地元特産わかめ里娘がワンツーで、うん、で加工ものの芋棒で、うん、でこっちに押されてこっちが下がるんちゃうかと思って、あ、両方上位ってないと思ったわけ、うんうん、でオルナミンが2万円で高いからかと思ったら、うん、1位これなんだ。はい、はい、ということで、はい、続いていきたいと思います。はい、今度ね、いきます。でで、第5問、海があり 山があるのは鳴門市、公園の多さも隠れた魅力でございます。おう、では鳴門市内にいくつの都市公園があるでしょう。鳴門市内、はい、なるほどですね、公園ね。いくつの都市公園があるのでしょうかね。都市公園と普通の公園は何が違うんですか。ちょっと都市公園調べて。都市公園、都市公園の、定義、定義、よくある本当にちっちゃい公園も入るのか、はい、
はい、都市公園で、もう、都市公園はですね、都市公園法というもので定められた国または地方自治体が設置した公園のことです。地方自治体が設置した公園のこと。はい。鳴門市って新興、例えば都市公園でいうと遊びとか運動とか、うん、レクリエーション、それから防災、うん、そういった目的によって整備されてですね、た公園のことを都市公園と認定されています。ヒント。これ数なんで。だから あれ言えばいいんじゃない。どっから残って言いますか。この数より下とか言えばいいんじゃない。だから。あ、確かに、うん、これ以上これ未満ぐらいの感じで、こっからここにここって教えますか、うん、こっからここっていう、はい、これって言えばじゃあ、だからまあ大げさに言えば10以上なのか10未満なのかとかね、とかそういうことですよね、はい、ですか。じゃあこれ以上これ未満で教えてください。大丈夫、はい、せめてその5ぐらい開けといてよ。いや、そりゃそうですよね。ああ2個とかだったらね。はい、どっちかになっちゃうんで。いや、俺私だって都市公園、鳴門市の都市公園一つもわからないので。そうですね、うん、この間です。へえー、そっか。いきます。はい、せーの。5 43。そんなあんの。だってそんなあんの。ヒントで40から50ってきたんでしょ。そうなじゃあ書き直しましょう皆さん。はい、今の話で答え言わないんで。そうなん、はい、そんなあんの。はい、そしたらヒント一緒になっちゃうじゃん。どうすよ、40から50で。あ、じゃあこれ違うってことね。そうですよ、当たってないんで。え、じゃあ先生これより下か上か私に教えて。そうですね、じゃあそれでもヒント、うん、これでもヒントなんで、もちろんもちろん、はい、あ、じゃあ、うん、打って打って。え、多いな公園。はい、はい、いいですか。はい、せーの。48。あれ、俺も48。え、正解。いや、48かなと思って。私もう先生がさっき私43に上ってきたので、うん、私8が一番好きな数字なんですよ、うん、だからもう8にしました。いいじゃないですか。すごい当たったわ、はい、これは48かということです。多いね。多い、意外とね、うん、だからああいう多分俺の家の近くにもあるああいう公園も都市公園なんだろうな。はい、続いていきます、うん、第6問。次佐藤さん正解しちゃうんですか。これ佐藤崎さん絶対言ってます、佐藤崎智也さんに代表されるように徳島県のプロ野球選手輩出率はなんと全国1位です、うん、鳴門市でも野球選手や歴代様々な選手が活躍されてきました。では現在も現役で活躍中の鳴門市出身のプロ野球選手は誰、お名前も書いてください。誰、はい、これはさっさを言う、これ全員言えかな。何人ってこと。名前を書いてくださいね。それは袴田さんプロ野球ジュースやってるから分かるんちゃう。私だって徳島って言ってもさ、鳴門市ですよ。鳴門市でしょ。鳴門市出身です。何人いるの。待って待って、あ、そっか、それは言っちゃいけないのか。え、じゃあ私、あ、じゃあヒントで、それヒント何人か教えますね、うん、これ佐藤さん分かるじゃん。そうなんですよ、だから佐藤崎さんは絶対こうです、正解してくるなと思って。誰がナルトかがわからないよ。いや、俺はもうテレビでめっちゃ押してるからね、わかると思う、うん、それはわかるよね。なんだ、難しくないですね。両方ヒントいっぱいありますか。絶対この人が違いますよって。あ、それ知りたい、この人絶対違う、知りたい。いいですか。え、佐藤さん、佐藤さんはわかる、だって自分で押してるんだもん。厳しいですね、うん、厳しい。そりゃそうよ、だって解説者で大丈夫だ。言ってもだって俺に言ってもそいつとか入ってないから絶対大丈夫。あ、本当ですか、うん、だから私にちょっと教えてください、絶対違う人で言っただけで。言っていいですか、うん、で入ってる可能性もあるから。入ってない、もう俺も書いてるもん。あ、本当ですか。いいですか。じゃあもう変えない。うん、 OK。 ラオウはないです。でも簡単、あいつアナだもんだって。いや、私詳しいじゃん、私杉本って書いてたよ。でしょ、だからそうなると思ったから言ったんです。杉本はアナだから。アナなんですね、うん、じゃあ、じゃあもう私これしかわかんない。はい、はい、ということでいきます。せーの、じゃん。川野選手、坂東選手、藤田選手。一緒。川野選手、坂東選手、藤田選手、両方正解、すごいじゃないですか。やった。私藤田さんしかわかんなかったの、まず、ナルトっていうのがね、うん、はい、他ですね。はい、今のはプロ野球選手は竹岡ね、はい、あ、そうなんだ。で、あと森優衣と、うん、でしょ、はい、
もうあので今年の中日にドラフト3位かな、うん、なんかで入ったね、はい、そう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 、はい、森山投手ですね、うん、あと増田大輝投手も、うん、あ選手も、うん、ジャイアンツのね鳴門高校出身がですねなんと17人鳴門寿司高校出身が13人プロ野球選手を輩出しているすごいですね。でも鳴門寿司高校は鳴門商業、鳴門第一、鳴門工業もあるからね。あ、そこが合併してるから。そっから13人になってるだけで、ちょっとまばらにしたらもうちょっと違う。佐藤さんの高校と藤田さんの高校が合併してるんですね。そう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 。はい、ということで、うん、第7問。第7問ですね。うん、ここまでが1、2、3、4。佐藤さん4問正解。そろそろやろ。1、2、3。川田さん3問正解。はい。接戦ですね。接戦やな。あと2問。はい、あと2問。いや、佐藤さんが間違えないといけないんだよ。ジャイガース、鳴門市では子育て世代の定住人口の確保のため県内随一の子育てサポートを実施しております。ではこの中で実施してない支援制度はどれでしょう。1番市内で住宅を取得すると条件次第で最大100万円もらえます。東京23区で5年以上暮らした夫婦と子供が鳴門市に移住すると最大300万円もらえます。うん、すごいですね、うん、3番目新婚世代の敷金、礼金、引っ越し費用など最大30万円もらえます、うん、4番子供が生まれると鳴門金時1年分プレゼントします、うん、はい、この中で、実施をしてない支援制度は何でしょう。これも簡単だね。今2択なんです私。2択2択してないだよね。してません。これはどこの里崎さんリードかな。でも俺もだって、そうですね、その、ね、徳島で結婚したり子育てしてるわけじゃないから、ね、受けてないから分かんないんだよね、うん、ないやつだよね。ないやつ、うん、山本さんヒントどうですか。あ、ヒントください。ヒントください。ヒントいらんでしょ。絶対ないやつがいいですか。しかないよねヒントね、うん、絶対ないやつ。あれ、ないやつが1個だけでしょ。あ、ごめんなさいごめんなさい。あ、そかそか。だから、これはあるよ。もう実施されてますよってやつ。これは実施しますよ、うん、あ。でも、これはじゃあ聞いてください。でも聞いたらそれはないってなったら正解になっちゃうから、ね、そうですね、うん、私もうこれは実施されてるだろうっていう確信が持ってるのが一つあるので。でもそれ聞いたら、いやそれないですよってなったら正解になっちゃう。あ、そうか、うん、だから僕が言いますね。もうそれは運でいいですか。じゃあいいよいいよ、いいですか。じゃあ絶対あるやつで、ね、あるやつ、うん、実施されてるよってやつ教えてください、はい、どれが来た。いやもうこれだと思ってたんだよ。なんでさ、そのさ一番わかりやすいやつ言うのよ。嘘、そうですか。うん、それヒントヒントだから。ヒントってそういうもんだから。こんなんわかるよ。いやでもそれはまあ、あ、自信が確信に変わっただけだから。まあ確信ですけど、うん、俺逆にこれが一番でしたね。え、嘘。はい、本当。僕ははい、これ一番普通じゃないけど一番あやるよなこれはって言うんですよ。嘘。うん、知らないですね。さあ行きましょう。待って待って待って、誰にしよう。じゃあ全然選択肢変わらなかったよ。じゃあこれにしてみよう。いいじゃないですか。はい、いい。でもちなみに佐々木さんここで正解したら終わっちゃうんですか。終わらないよ。最後だって袴田さん勝って俺が外れたら、だから俺が正解して袴田さんが不正解だったら終わっちゃう、うん、はい、行くよ。せーの、ナルト金時1年分。2番は東京23区で5年以上暮らすと300万ですね、うん、正解。イエーイ。もしかしたら送るかなと思って。いや聞いたことないもん。聞いたことない。っていうかもう言っていい、迷惑。来たら、いやもしかしたら欲しい人だけっていうのあるかなと思って。これ佐野崎さんでもダメなんで2年も来るんですよ。迷惑。そんなにも食えねえし。いや欲しい人、希望者はとかかなと思ったんですよね。しかももう鳴門金時生産者からしたらもう迷惑でしかない。そうですね、確かにそうですね。芋か。じゃあ第7もやる。第8もやる。そうですね、うん、じゃあ逆転チャンスですね、うん。あ、じゃあこれか、私が正解して佐藤さん間違えたら、だから俺が間違えて袴田さん正解したら袴田さんに2ポイントあげるよ。2ポイント、やった。はい、今5対3。はい、うん、はい、ということで最終問題いきます。はい、はい、面白いですね。はい、じゃあいきます、うん、美味しい食べ物があり
豊かな自然もある、心温む人情がある鳴門市です、移住 PR 大使の里崎さんの力もあり、少しずつ知名度が上がっているところですが、県外から鳴門市への移住のうち1位と2位がアクセスの良い大阪、兵庫になっております、では3位はどこでしょう。県？県です。え、どこが1位と2位？大阪、兵庫です。大阪からの移住が、もう近いね、1時間半とかでも着くから、そうなんです、2位ね。じゃあ Google マップ見よう。 3位ね。3位を当ててください、だってこう一番近いのが兵庫、大阪でしょ、じゃあ赤羽さんに5択を与えましょう。はい、じゃあ5個ね。 OK。 俺44分の1でやってんのに、でもあの簡単なんですもんね。簡単ですもんね。そうだって移住交流 PR 大使よ、そうですよ、だし知ってますよね情報、それは知らないよ。私のここかここかなのうちの一つが消えてたからそっちにする。いやでもね、もうこのね、いい問題だと思います。このちゃんと八問に持ってきてくれるあたりが、これいいね、こういうのね、なんか分かるもんなその自治体がね、はい、面白いです。できた。あの私のうちの二択の一個が消えたんで。そうだ、はい、いくよ、はい、せーの、東京。正解！いやあ！東京なの？そうだよ、近い、考えて、近い、兵庫、はい、大阪、近いからね、はい、で、そっか、東京、めっちゃ近いから、そっか、飛行機で、鳴門市内、俺の家、空港まで15分か20分ぐらいなんで、はい、だから、本当にナイスアクセスで言ったら、あの確かに2時間後家出て2時間後、羽田ついてるから。確かに今移住で300万もらえるって言ったばっかなのに、東京は、徳島の最、ね、鳴門市の最高の立地なのは、田舎なのに東京にすぐ行けるってことだ、そうですね。 USJ1 時間半、甲子園球場1時間半、神戸三宮1時間、東京、家出て2時間後羽田、日帰りもできるからね。移住しやすいですね。めっちゃしやすい。そう、正解です。300万ももらえるし、うわ間違えた。OK、やばどいて、8問中、6問正解、はい、まあやっぱりね、徳島県愛、鳴門市愛強いから、まあそりゃそうですよ、移住 PR 大使ですからね。徳島県、鳴門市の皆さん、どうですか。徳島離れて時間経ちますけど、愛情はいつでもありますよ。どうですか皆さん、行きたくなったんじゃないですか、この問題あって。いい街ですね、あんだけ支援してくれるんですね。そうそう、うん、で、あの食べ物も美味しいし、都会から行きやすいから、なんかあって都会に帰りたい時はすぐ行けるのよ、だから俺いつも言ってるの、なんか都市部でなんかちょっと生活が苦しいとかキツキツだったりする場合は、もしその土地が代々続いてるとかね、そういうそこじゃなきゃいけない理由がないんだったら、徳島県鳴門市に移住してもらえば、生活コストも下がるし、物価も安いし、の中でもし仮に都会の空気が吸いたいと思ったら、大阪でも1時間半、東京でも2時間、で日々の生活コストが下がったら貯蓄できるから、もう年に数回の旅行があっては、じゃあディズニーランドホテル泊まってディズニーに行くとか、USJ 行く、何でもできるわけ、で海外行きたかったら関空もすぐあるから、ベストチョイスなのよ。そうですね、皆さんぜひご興味があったら、徳島県鳴門市市役所ホームページ、覗いてみてください。東京こんな近いと思わなかったな、URL 概要欄貼っておきますんで、ということで皆さん行きたくなったでしょ、この問題を通して、なので徳島県にまつわる、鳴門市にまつわる罰ゲームで、え、待って、示していただけるなら、じゃあちょっと考えます。はい、考えます。あと全国の自治体の皆さん、佐々木チャンネルこういうこともやってますので、もしPR したい、うち の都道府県ね、あと自治体取り上げてほしいっていうところがあれば、ぜひご連絡いただければ、皆さん応援ね、していきますから、静岡の PR 大使がやりますよ。はい、ということで、はい、花丸さんの罰ゲームです。モノマネ徳島名産品シリーズ、すだち。続きまして、生わかめ。
続きまして鳴門台OK